これはやばいやばいやばい。竹千代D。道の駅清川でございます。現在の時刻は6時10分前、5時50分になっており、このままずっと北上していきます。まずはね、宮ヶ瀬ダムの方に向かっていくんですよ。でそれから山彦大橋っていうのがどっかにあるはずなんですが、そこを渡りまして上の方にダダ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 ダって行くような感じでございます。この赤いラインが道志道という形になっておりまして、ここの裏道的なものがね、518号線と県の517号線、76号線つってね、ビヨーンってこういう風に伸びてるんですよ。ここをちょっと走ってみたいなとは思っているんですよね。でさらに76号線だったかな、これが相模湖までビヨーンって行きますので、今回はここまで行きたいと思います。竹千代 D。道の駅清川はなんと車中泊ができるんですよ。今映しているところが第一駐車場で、比較的大きな駐車場になっております。でさらにこちらの方に第二駐車場って書いてあるじゃないですか。こちらもね、一応利用はできるんですが、規模が若干狭いんですよね。私たちが到着した時はね、なんか1台おきに車が止まっていたので、あ、ここには止められないななんて思っていたんですよ。あっちの第一駐車場、走り屋さんの人とかがちょっと休憩したりとか、結構トラックの行き来とかも少しあったんですよね。よって寝てる時に、あーちょっとうるさいなとか、そういう風に感じてしまいました。竹千代 D の第1話、第2話だったかな、来ましたね。ここで峠のステッカーを買った覚えがあって、あー懐かしいななんて思う今日この頃。竹千代 D。 高確率、前方確率、全部よーし。あー恥ずかしいこと、この上なし。さあ本線に出てまいりました。ここがですね、県道64号線というところになります。この県道64号線は厚木の方からずっと登ってくることができまして、途中にですね、確か清川リバーランドっていうキャンプ場もあったりとかするんですよ。なかなか面白いでございますね。さあ300メートル先、一つ目の交差点、あれが山彦大橋という交差点になっておりまして、これを左に曲がっていきます。さらにですね、宿場町みたいなものもあるんですよ。これをちょっと見てみたいななんて思っておく今日。今日はちょっと峠のワインディング攻めじゃなくてツーリングみたいな感じになります。ほら、駐車場まだやってないんだね。さあこの辺りが、まあ、宿場町ではないんですけども、ちらほらとお家が軒並み並んでおります。なんかイメージ的にはちょっとした茶屋どころと申しましょうか、食事どころもあるのかなとは思ったんですが、あ、閑静な古き良き住宅街ですね。気に駆け抜けますよ、わしぜだよな、わしぜかなちゅうます。この交差点左に曲がりますと、矢光峠にも抜けられる、ここが宮ヶ瀬北原という交差点です。さあここもですね、宮ヶ瀬湖畔園の駐車場となっておりまして、この右手の駐車場なんですが、これ残念ながら土日が確か有料で、平日が無料の駐車場だったのかな。でここにはお店屋さんとかがあって、峠のステッカーも売ってある場所でございますよ。そして左手の駐車場もありまして、ここね、懐かしいな、あの視聴者様の流れさん、ここでね撮影したんですよ実は。いやー懐かしいな。さあこれがですね、確か虹の大橋っていう大橋でございます。で左右の看板というか柵に虹が書いてありまして、とっても癒されるな。いいね、すごくいいよ。あーこれぞツーリングだぜって感じ。これだ、この感じ、全身がみなぎるこのハイテンション、これぞ赤信号だぜ。限界ギリギリまで止まるぜ、俺についてこれるか。コーヒー飲もう。さあこの看板を左に曲がるはずなんですけども、で右手の方、これがふれあいの館というところになりますよ。この先にね、右手に駐車場があるんですが、9時からスタートという感じ。さあここからダウンヒルになるんですよね。ちょっとお怖いダウンヒル、しかしコーナーはそんなにきつく
はい、パーブレーキング。なんかすごい急に中央分離帯が見えてきた今日この頃。おお、ここはプチ七曲り峠みたいな感じで、おお、すごい。確かね、この峠なのかな、戸面峠っていう風に言われてるらしいんですよね。でもそんなに長い距離ではございませんから、ここが一番のメインどころなのかな。これが国道413号線の通し道になります。通し道は一瞬で終わります。多分ね、左に曲がったらもうすぐ右なんですよ。行くぜー。これです。この牧野方面っていうところに向かっていく今日この頃。通し道も朝一はそんなに車がいませんの。いや、いないいない。さあ、こっから裏通し道518号線、私も初めて走るところだ。竹千代の呼吸3の方、ただのワインディング、ちょっとスプーンの段差には負けませんよ。行くぜー、つっついてやる。安全運転でつっついてやる。日頃のね、嫌なこと全部このカーブで突破していきましょうよ。さあ、ワインディングまだあるぞ。この先左カーブ、さあ突破しよう。嫌な上司、バカ野郎。よし、抜けた。嫌な上司を突破したぞ。さあ、そしてながらスマホ、バロー、バロー、こんな、よっしゃ、ながらスマホもバロー、2回目。さあ、満員電車、バカ野郎、この野郎。よっしゃ、抜けたぜ。さあ、あとね、まだワインディングあるな。この先にね、超ヘアピンがあります。超絶ウルトラハイパーブレーキングで行くぜ、行くぜ、行くぜ、行きますよ。さあ、皆さん一緒に叫びましょう。嫌な会社、バイロー、守ってくれない会社なんかクソだぜ。おりゃー、せーの、ゴー。ビッグフット、あ、ビッグフットじゃないや、ゴッドフット。楽しい。もうね、叫ぶのがね、一番いいかもしれないな。だから皆さん、嫌なことがあったら海で叫ぼうぜなんて言ってるんですけど、まさに私は峠で叫んでる今日この頃。レーザー100、ヒャ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 、そりゃー、せーの、どりゃー、どー。あっと、ここだ、ここ。うわー、なんだこれ。おー、うわ、車幅2メートル以上の車両は通行できません。さあ、私は通行できるのか。うわー、なんかね、洗車機通してるみたい。うわー、洗車機、洗車機、うわーこれはすごい。え、まさかの、まさかの獣道、急に狭くなった。518号線性格がガラッと変わった。落石注意。うわー、見えない。なんだこの道。これ対向車来たら一発でアウトじゃないか。うわー、皆さん518号線通るとき気をつけてください。いやー、これちょっとね、難易度的にね、上級かもしれない。うわーっと、また来た。うわー、なんだこれ、何のためにあるんだろうね。うおー、洗車機、洗車機、洗車機通るぜ。さあ、行くぞー、嫌な上司パイロー。さあ、抜けた。ここがね、なんとかって書いてあるんだよな、忘れちゃったな。で、さらにあの、この道の歴史が面白くてですね、かの昔、民政協力っていう形で自衛隊の方が協力して道を作ったそうなんですよね。そういった記念碑、記念使ってた方がいいのかな。そういうのも立っていたりとかするらしいんですよ。竹千代 D フラワーロードって書いてあるんですよ。美しく正しく使おうみんなの道みたいな。で、ここにね、石碑が立っていて、おそらくね、フラワーロードってこのことなんじゃないかなとは思うんですけどね。これもこれで、いやー、いいじゃないですか。デマンドタクシー、いい集落だなっていう感じがしてね、本当に静かで時間がゆっくり流れているような感覚もいたします。これがですね、
県道の518号線になっておりまして、この先前方方向行きますと、まあ、相模原相模湖の方に行ったりですとか、あと517号線がありまして、そこでまた道志道に戻ることもできるんですよね。なので一旦517号線を走りまして、道志道の方に一旦戻ります。でその後はまたぐるっと U ターンいたしまして、相模湖の方に向かっていきますよ。トキチユーティー後方確認、前方確認、左右全部よーし。なんかね、喉が詰まって咳がすごい。さあ県道518号線とももうすぐお別れになっちゃうんですよ。でこの先 T 字路になりまして、517号線に入っていきます。この517号線もイメージ的には結構お狭い道路なんじゃないかなと勝手ながら思っております。よいしょ。あーそうだ、ここわさびじゃないや、キムチの小屋があったんだ。ここね、なんかなかなか美味しそうなんですよね。ただ残念ながらやってはいませんですが、あー思い出した、ごめんなさい、忘れてました。あーでしまった、518号線の難易度を言うの忘れたな、ごめんなさい。ちょっと518号線の難易度を言わせていただきます。難易度 4.5 でございます。その 0.5 を付け足した理由がですね、やはり途中であったあのハバスバの洗車機洗車機って叫んだところがあるんですけど、そこがねもう本当に辛いなっていう感じがしました。で観光スポットはもうほとんどございませんので、そこはゼロということになります。さあ一気に、おお狭くなった、もうちょっと気をつけていかなきゃな、目線も下の方になっちゃった。この辺あーっと急にまた狭くなったぞ。これが県道517号線って歌ってますけど、まあ、さすが県道といったところですよね。狭い狭い。それにしてもものすげえロール、やっぱ8号こんでいくぜ。おおすごい。圭介さん、俺は雨が得意なんですよ。俺は金がないので、雨が降るとタイヤの水の減りが少なくて済むんですよ。さあこれがですね、そう右なんですよね。左行くとゴルフ場に行ってしまうので気をつけてください。ここね結構またまたお狭い、そして川のせせらぎがすごく気持ちいいな。やっぱりあの山の空気ってあるじゃないですか。その空気が車内の中に飛び込んでくるのにめちゃくちゃ気持ちいいですよね。深呼吸したいな。やっと来たな。うちのチームじゃないな。VT 君 MR2 くい落ちるくだとつけるない旧式の86ごときがこの FT がちぎれないやとい悪い夢を見ているよ。でなんかアパートのご利用の方へって書いてある。なんだろう、わあすごいすごいですな。難易度が高いヘアピンカーブは結構続いております。しかし一瞬視界が開けるんですけど、その時に目に映り込んでくる風景がめちゃくちゃ綺麗だ。山の風景って最高ですよね。よし曲がれ、せーの、うおークソ調子バイロ、クソ満員電車バイロ、対向車、対向車はね多分大丈夫ですね。ありがとうございます。おお。さあ県道517号線とも間もなくお別れでございます。走行してから約10分程度ですかね。さあここは視界がちょっと終わるございましたので、カーブミラーを見ながら目視して大丈夫だね。うわ危ない、エーストストになっちゃう。危ない危ない。さあおっと大きなイギリスマーク、かっこいいね。私たちをお迎えしておりますよ。青根8キロ同心21キロ。さあこっから今同心道の方に戻っていくような感じでございますが、車がいいっすね。全然いないし、見てくださいこのグネグネ道、うおーめっちゃ楽しめそうだ、面白いぞ。おーおーおー、純正サッションも頑張ってますよ。
来たー、来た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 、コーナーが来たー、行くぜブンター、クレイジーブンター、カエルの子はカエル、行くぜー、嫌だ、長野スマホバロー、よいしょ、お、なんだなんか、石がある。さあ、ここがハッピードリンクショップ。おお、自動販売機にね、目をやるとコーナーが曲がれないな。あー、でもね、すっごい景色綺麗ですよ。なんだこれ、すごいな、再エネ 100% 宣言。さあ、ブリッピングシフトダウン、おっと、ここで小さなダウンヒル。さあ、左行くぜ、せーの、おお。さあ、竹千代一輪塚電柱でございます。ここは517号線を過ぎて県道76号線を爆走中みたいな。速度落とせ23度、大跳ね橋、すごい。あー、このなんか杉花粉みたいな杉の木がすごいな。この辺で花粉ばらまいてるのかな。さあ、落石注意、右。いやー、結構バタバタするな。エカル入れてるとはいえね、結構体持ってかれますので。あ、純正シートは辛いだろうな。さあ、これどうやって行くんだ、急な。うわー、右の方に行け、バカの巣村、バカやってこうぜ。よいしょ、あった、トンネル、うわー、怖っ、何このトンネル。行くぜ、イキリダッシュ。これトンネル来るとやりたくなりますよね。行くぜ、なんとか柚子の家って書いてあるのかな。せーの、うわー、めっちゃ面白い。怖さはね、正直ないっすね。唯一怖いのがこのトンネルなんです。何かが出てきそうで怖いな。オフオフ。うわー、鳥の鳴き声がすごく綺麗だ。落石注意、曲がる曲がる。よっしゃ、行くぜ、立ち上がり、よし、いい感じ。この先グリッピングじゃない、なんでグリッピングって言っちゃうんだろうな。ヒール&トーブも、おお、怖い怖い怖い、ダウンヒルは怖い。落石注意、よし、いい感じで火がついた。右コーナー対向車なし、あれ行くわよ、ゴー。 C の121の怖さを分かっちゃいねえ、なんていうバカな。ちょうどこの左を曲がったところにダムって書いてあります。神奈川県道志ダムと。うおー、道志ダム、ちっちゃい。県道76号線を相模湖方面から来まして、道志ダムが見えたら、あー、もう間もなく道志道なんだって思っていただいても全然大丈夫でございます。さあ、うおー、すごいな、看板が見えております。皆さん、看板はここが413号線道志道青根の交差点でございます。あー、でもね、76号線先進むんですけど、これね、なんだろう、旧道志道って言っても過言ではないんですけど、小さな道が続いていくんですけどね、残念ながら通行止め。でもまあ、行けるところまで行きましょうよ、まっすぐ行こう。おー、なんか小さな集落もありそうですね、この辺り。わー、懐かしい、古き良き商店、いいね。パッ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 。皆さんね、もう私はね、変なところに行くのが大好きでございますからね、通行止めって表示があるところまで、行けるところまで行ってやろう、ホトトギスですよ、せっかくですから。でさらに、道志道の周りはこんな感じなんですよっていうのも、いや、いい感じでね、お店できてるはずなんだよな。見てください、こんな感じなんですよ。これがおそらく旧道志道って言っても過言ではないですよね。いいね、でも違うな、なんか道それちゃったな。まあ、道志の413号線沿い走っておりまして、道がまたちょっと違うみたいなんですよね。通行止め表示があるところが、
ああ違った道なんだ。あ、じゃあこのまま行くと413号線に出るような算段かな。ということは413号線を右折してまた県道76号線に入って相模湖方面に向かおうと、そのようなイメージで行きたい。お右です。お右、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 右、右、右、いけない。ああ、これね、同士道。413号線、同士道です。さあ、いいね。こういうの面白いですよね。意思疎通ができないとこうなるみたいな。おー、いいね。バーン！バス、この野郎！ちょっと、このハッピードリンクショップで一回休憩です。すいません。タケチオディ、こちらお得だぜみたいな感じでハッピードリンクショップに来てまいりましたでしょ、書いてあるんですよここにハッピードリンクショップって。全然何を言ってますかでね、こっから見る山がねすごく綺麗なんですよ。これはね止める価値あるかもしれないですね。ただ残念ながらすごく狭いところでございますから車2台ギリギリ止められるかもしれないって感じですね。竹千代ディーくー、すいません、ありがとうございました。お気をつけて、ありがとうございます。ありがとうございます。さあということで雨がね少し降ってきたんですけど、ちょっとねびっくりしたいいハプニングがございました。サイクリングしている方ですね、3人いたんですけど、シビックすごいかっこいいっすね、好きなんですよって言ってね言ってくれて声かけてくださったんですよ。まああいにく視聴者様ではなかったんですけども、いやー素晴らしいひととき過ごさせていただきました。20分ぐらいちょっとお話しさせていただいてですね、やっぱり自転車の大変さですとか楽しさも教えてもらったり、逆にこのシビックに乗って楽しいですよということもお伝えできたので、一期一会コミュニケーション最高だなと思いました。さあこの交差点、青根の交差点でございます。この青根の交差点を左に曲がって藤野町方面、藤野町っていうのかな、これのあとはもう道なりまっすぐ行くだけで相模湖にたどり着きます。おおよそ 2,30 分でところですかね。おっとここでまた幅が狭くなる。そして同志ダムでございます。一回来た道なのにもう忘れているっていうのが最高でございますよ。バカ野郎、まあ、決してねバカ野郎っていうのはねこの地域の環境美化に貢献してくださる方たちに言ってるのではありません。コンクリートジャングルで住まう嫌な類人猿どもに言ってるわけでございます。さあ皆さん行きますよ、せーの、クソ上司バカ野郎、使えないクソ先輩バロー、人ごとの営業バロー。あ、イギリスのマークこれ見ましたね。あ、ここだ、この右手からさっき2話では出てきたんですよね、517号線。今度はまっすぐ行きたい。そして早々に止まる。上野原9キロ、相模湖10キロ。隣の客はよくか、気分客だ、ガスバカガスガスバス。坊主が上手に上手に坊主に屏風の絵を描いた。あ、言えなかった。坊主が上手に屏風に上手の絵を描いた。あれ、ごめんなさい。ありがとうございます。坊主が上手に屏風に坊主。雨がしとしとと降ってきた今日この頃。さあ、ワイパーを動かすか動かさないか悩む今日この頃。R32 はワイパーを動かしましたが、FD はワイパーを動かしておりません。そして最終コーナーを出てガーッと、俺の FD がいけると言ってくれてる。さあ左があれば右もある、これが峠のセオリーだ。さあ右だ、皆さんせーので行きましょう、せーの、おー、いやーな世界にバロー。ワイパーまだ動かさない、まだいける。でもなんか我慢大会じゃありませんからね、よしワイパーしよう。おっとここで秋山川って見えてきました。この橋を渡った
左手の方だったかな、なんか小さなミニサーキット場みたいのもあるみたいなんですよ、ね、サーキット場気になりますよね。まあ行きませんけど。さあここで右に曲がって県道76号線ともお別れなのかな、多分ぐるっと大回りして相模湖、あのね、なんちゃらなんちゃらっていう大きな駐車場があるんですよ。結構有名なところなんですよね。そこの駐車場に入っていきたいと思います。さあこれぐるっとね左カーブ曲がっていきますと相模湖大橋なのかな、なんか勝手ながら名前つけちゃってるんですが、目の前のホテルの手前に T 字路がありまして、これを左に曲がりますと相模湖を駆け抜ける橋を渡る感じでございます。まあ、まっすぐでも行ってもいいんですけどね、そのままホテルインなんて言ったら面白いかもしれないですね。さあごめんなさい、この橋が何橋というのかちょっとわからないんですが、いよいよ相模湖来ましたよ。綺麗ですね。おお、右手がすごく広がっていて景色がとっても綺麗でございます。おそらく右、おっとここで甲州街道にぶつかってきた国道20号でございます。おお、20号にも来た、吉野という交差点。おお、柴田ボート駐車場。相模湖はまあボートで楽しむ観光スポットでもございますよね。さあ久々の赤信号だ。赤信号で止まっていく。あ、でここ中央自動車道なんですね。おそらく相模湖インターチェンジ。あっとここで右手相模湖駅、おお急に曲がる、びっくりした。おートラック、あーでね、相模湖駅がまあどっかに近くにありますね。うわー、これはおーやばいやばいやばい、これはおーやばいやばいやばい、ガリッター、あーうわやばい、男の傷つけちゃった、やっちまった、うわー、もう僕としたことが、うわー、マジか、やっちゃったよ、まさか最後の最後でやっちまったぜ、うわー、いや完全に見落としたな、いやー、まあいいや、こんな道走るのか、すっごい、うわーすっげー、なんだこの道、うわー、そして最高傾斜で止まる、うわうわー、見てください今こういう状態、うわー、いくらブレーキホールドがついてるからとはいえね、すごい分かりづらい、うわー、ガリるよりかは思いっきりガツンってやった方がいいかもしれない。本日有料、最大料金1000円、1時間330円でございます。おイベント開催中だって、なんかやってるんですね。ただ人はねそんなに多くはなさそうな感じがいたします。さあここで駐車券をお取りください。取ったよ、あー痛えな、板金7万コースだぜ。さあ皆様お待ちかね、こちらが男傷でございます。こんな感じでガリっちゃいました。いやーショックはショックなんですけどね、なんかねでもね清々しい気持ちですね。あー痛えな、板金7万コースだぜ、まあいいさ、また練習して挑戦するさっていう、なんかそんな感じなんですよ。だからあんまりねショックじゃないですよね、不思議な感覚ですね。人が全然いないっすよ相模湖公園。これ何度か来たことあるんですけど、あまり人がごった返すってイメージがないんですよね。いやーいいね、七夕シーズンはこのようないいモニュメントが設置されており、心が癒されるなっていう瞬間。さらにこの先皆さん行きますよ、昭和のねレトロな建物とかもたくさんございますからね。あのボートのレースの練習してる人もいるよ、あいつ来たよ、竹千代来たよ、どっか行こうぜ、みんな田室ってどっか行っちゃいましたわ、みんな後ろ向いてるから多分歓迎されてない今日この頃かもしれません。
一生懸命足漕ぎしてますよね。すごいよね。クラッチ操作とかアクセル操作すごいできそうな感じでね。グリッピングシフトダウンとかすごい得意だよって言ってますよ。こっちの人はヒール&2なんかもう余裕だぜって言ってますね。ワインディングは怖いよ。これ見てください。この宿場町みたいな感じ。これが昭和っぽくてすごくいいんじゃないですか。ちょっと入ってみますかね。確かあれ200円になってる。あれ前なんかね 10円とか20円でできた。おはようございます。あ、いえ、すいません。1回10円でできたりとかできるんですか。今も10円でできます、ね、あ、そうなんですか。です、あ、ちょっと遊ぼうかな。こういうパチンコ台とかすごく懐かしいございますよね。どうですか皆さん、 やったことある機会とかあります？私はないんですけども、お馬さんとかすごい、あ、モグラ叩きとか、あ、こういう車レースとかね、すごく懐かしい。ブランカン、モグラ叩きも懐かしいなって思いますね。はい、すごい懐かしいです。おー、モグラ退治。あ、これは100円でできるんですね。あ、これも20円と100円でできるみたいな感じで、はい、ありがとうございます。このような素晴らしいゲーム機械も置いてある今日このごろ。さあ、ちょっと奥の方に行ってみましょう。で、この右手の方なんですけど、こちらの方にね、確か食事ができるところもあったりとかするはずなんですよね。こういうね、古びたお土産どころもなんか平成昭和時代にすごく盛り上がったんじゃないかなと思っております。で、さらにこちらのシャッターが閉まっているところがですね、実は射的場なんですよ。ここ昔射的場がありましてね、面白かったんですよ。ちょっとした懐かしい思い出に浸ったりとか、懐かしいなっていう気持ちになりたい方はぜひ相模湖公園に来るといいと思います。電車でも本当にすぐ来れますからいいと思うんですよね。あー、美味しそうだな。あ、やってるやってる。本日のおすすめだって、あー、ちょっと食べたいかもしれない。いやー、とってもレトロ感があってすごくいいな。そして見晴らしもね、結構いいんですよ。そしてこの引き戸っていうんですかね、懐かしいですね。あれですか、こちらはあの旅館も込み兼にされてる、ええ、主なんですけど。あ、そうなんですね。今だから、はい、もうコロナからお客さん泊まり来ないですよ。あ、そうなんですか。うまい。あの、ワカサギの塩焼きって書いて、できます？それの定食ありますか？はい、お願いします。ありがとうございます。はい、承知しました。あ、ありがとうございます。これがワカサギの塩焼き定食。ワカサギの塩焼きって私食べたことがなかったんで、めちゃくちゃ気になったんですよね。すっごいうまそうだな。しかもね、鰹節ご飯とこのお味噌汁も美味しそうですしね。トウモロコシもあるよ。たくあんも美味しそうだね。じゃあいただきましょう。いただきます。うまっ。ワカサギね、何もつけなくてもすごい美味しい。さすが塩焼き。この夏場はね、やっぱ塩分取るのが大事ですから、めちゃくちゃ美味しいですよ。うん、なんでこんな前かがみになってるかって言ったら、ね、画角が狭いんですよね。うん、美味しかった。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい。あ、こっちか。1260円いただきます。はい。じゃあ1500円でお願いします。はい。いや、ワカサギの塩焼き初めて食べたんですよ、実は。
あのワカサギやってるのはうちしかないんですよ。ワカサギだとかそう言っても。そうなんですか。あの地元のワカサギを持ってくるところはうちしかないです。240。はい、すみません。山菜なんかも、あの変わったあの山菜を出すのは、うちしかないんですよ。はい、私が正面の山、締めがなあるところの隣の山はうちの山なんです。そうなんですね。うん、ここの正面の山。うん、それが、はい、だからそこでうどを取ってきたり、だから白毛だとか板取りだとか、はいはい、そういったものをね、出すところはうちしかない。そうなんですか。私が取ってくるんですか。だから常連のお客さんは、はい、毎年来るお客さんは、はい、2週3週続けて山菜を食べに行く。あれもそうですね。お味噌汁に入っていたあの山菜ものも、取られてきて、だからかめっちゃ味しめてて美味しかったんですよね。あれやみつきになりました。ですから、はい、あの皆さんが、はい、単純趣味にしてるの。これ本当ありがとうございました。失礼します。めっちゃ美味しかった。あのきびなごってあるじゃないですか。あれの塩焼きって食べたことありますか。あれのさらに味が染みたっていう感じがしてめっちゃ美味しかった。綺麗に食べてってくれると、はい、ありがたいですよ。いやいやいや、もう本当ですか。残すされてなんか美味しくないのかなと思って、はい、いやいや綺麗に食べてくれると本当に出したものもいやいや、こちらこそありがとうございます。めっちゃ美味しかったっす。 また来ますね。はい、失礼します。ということで、いやもうあのお店のご主人様もすごくいい方 で、あとね、お味噌汁が本当に味が染みててめっちゃくちゃ美味しかったんですよ。お話聞くと、この正面にお山をお持ちでなってるそうで、ここで山菜ご自身で取ってさらに自分で調理して出してるということですから、本当に手作り料理ですよ。めっちゃ美味しい旅館新津亭さん、ぜひぜひよろしくお願いいたします。相模湖公園です。いいドライブ思い出できましたね。そしてね、腹もパンパンになりました。朝でもうパンパンになってるんですけども、めちゃくちゃ美味しかった。そしてすごく楽しかった。今後も一緒にドライブしていきましょう。チャンネル登録、グッドボタン、いいね、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。めちゃくちゃいいよ、ここ。何はいけない、人が一個いない。これが最高。ちょっと営業的には厳しいかもしれないですけど、お客さん的な私の立場で言うとすごいわ、本当。いやー、いいなぁ。傘もいいね。ビニール傘、最高。